ベンジャミン・フランクリン・バトラーベンジャミン・フランクリン・バトラーはアメリカ合衆国の法律家。1833年から1838年まで第12代アメリカ合衆国司法長官を務めた。1795年12月17日、バトラーはニューヨーク州キンダーフック・ランディングにおいて誕生した。バトラーはニューヨーク州ハドソンで初等教育を受け、 その後マーティン・バンビューレンと共に法律を学んだ。バドラーは1817年に弁護士として認可を受け、バンビューレンと共同で弁護士事務所を所有した。バドラーは1821年から1824年までニューヨーク州オールワニ軍で地方検事を務めた。1825年、バドラーはニューヨーク州法の改定委員会の委員に任命された。 バトラーは1827年から1833年までニューヨーク州下院議員を務めた。1833年、バトラーはニューヨーク州とニュージャージー州の境界線に関する調停委員を務めた。1833年11月15日、バトラーはアンドリュー・ジャクソン大統領から司法長官に任命された。バトラーは1838年まで司法長官を 努めたバドラーは1838年から1841年まで、及び1845年から1848年まで、ニューヨーク南地区担当の連邦検事を務めた。バドラーは1844年に、ニューヨーク州の大統領選挙人を務めた。バドラーは1831年に、ニューヨーク大学設立を支援し、以降、学内で様々な養殖に就いた。 バトラーは1837年にニューヨーク大学の正教授となった。バトラーの母子1858年11月8日、バトラーはフランスのパリで死去した。バトラーの遺体はニューヨーク州ブロンクスクのウッドローン墓地に埋葬された。ありがとうございます。